はい、改めて自己紹介させていただきます。ゲームの更新に意外と時間がかかってずっとドラえもんを見てた引き棒です。じゃあやっていこうか。これタイトル画面無視でいくんだね。テレビを見てください。ちょっと画質悪いかなこれ。まあ僕はねこういうの正直にボーイで行くんだよね。これペチボーイ肌の色、肌の色黒いのはちょっと好みじゃないんだよな。でちょっとザ・デフォルトの人だからさ、ほんと一番いいの。これ僕の肌の色に近いような気がする。目の色、最後に目の色、最後ってこれ赤ないの？赤ないなら黄色だ。この設定でよろしいでしょうか？後から変更できます。まあ変更できてないよね。はい、OK。君も生かしたやつになりたいか？ならば目指すはこの先にあるハイカラシティ。はっきり言ってまだ君はダサい。まずは生かしたアクションをその体に叩き込むんだ。いやー僕リアルでも結構ダサいと思うね。あんま傷つきませんよ。まっすぐ向こう。これパッ、うわやりにく。 ZR ってどうだ。あこれだ、これだね。これやりにく。実況しながらだとすっごいやりにく。これあこれでさえ見渡せる。いややりにくスプラトゥーンってこれで画面移動させんの知らんかったわ。やばいこれ完全に情報不足だわな。おあこれ、あこれは有効的に使ってくる。この Y のリセットボタン、イカにはどうやってなれるんでしょう。あなた、ZL になれる。 L はなれる。これさ普通の場所になると、あ動けない、動けるじゃない。うわうわこれはまあ楽しいけどやりにくいよ。あこれ案外近づかないと打てないんだね。よいしょ、おろ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 。あこれ X でじゃん。説明無視するね。よし、はい、いや登れねえ。イカってこういうとこ登れるイメージあったんだけど、登れんのかな。僕の操作が悪いのかな。あパソコンが変わった。はいはいはい、自分色に染めていくよ。僕は赤色が好きなんだけど、